はい、どうもどうも皆さんこんにちは、もいけんです。新しいイベントが何日か前かな、まあ普通に平日に始まってね、全然気づかないで週末になってね、なんだっけ、精霊襲来っていうのかな。前なんかラピスかなんか青いやつ見たことあるんですけど、それに近い感じでね、赤色のやつが出てたと。ほんとね、情報追っかけてないとこんなもんかなと。一応ね、レベル上げはね毎日やってるんですけど、こいつね伝説級がまあ1日1回か2回ぐらいあるんで、それね行ってきました。ルビードラゴン、まあ前回のやつとはまた違うかな。まあこれで2試合目、1試合目でねちょっとパーフェクトを逃しちゃったんで、それでまあ今回ね、いきなりねバシバシ食らってるんですけど、まあまあ気をつけるとこはさほどないかなっていう印象ですね。まあ大体レベル70、80ぐらいの、まあ真面目に毎日、コツコツスタミナね、まあ満タンにせずにやってれば勝てるかなっていう相手ですけどね、無課金とかでもね。まあみんなねレベル90、まあちゃんと真面目にレベル上げしてる人はね今、まあ、80、90ぐらいになってるのかな。僕は今ねちょっとまっていうかこの防御とか結構ズレズレだな。まあね、普通になんとかまあ倒せてる感じですね。じゃあこの試合はねちょっとゆっくり見ていきましょう。まあおたけびとかね結構入るんですよね。あとはまあみんな上級職でまあ70以上、まあ80がベストかな。僕ねちょっと64なんでしょっちゅうねキックされますね、やっぱ今回もね。まあ3回に2回はキックかな。まあマッチングまでね 4、5 分かかるって感じですね。すぐ決まれば、そもそもね部屋入れないしって感じなんですけどね。はい、じゃあ特にね困ることはねまあぶっちゃけないかな。まあみんなでまあね特技を持ち寄っていけば、まあ持ってる道具のね範囲内でまあいけるかなっていう感じですね。まあ最近ねピサロとかまあ魔王級僕はねいけてないですけど、まあ一応鍵はあるんですけどね、全然魔王もゾウマもいけてないですけど、まあその辺でね、まあかなりハードに戦ってきた人にはね結構ぬるい感じに、見えるかもしれませんけどね。まあ、とりあえずは回復のあるねミラクルソードと、あとは天使の息吹、これね剥がしたやつあるんで、剥がしたっていうか、まあ、スキルをね取り除いたやつあるんで、それでいけばね問題ないかな。まあマイハード系が効くんで、ヒャドの特技をまあくっつければいいかなって感じですね。これ灼熱をマイハード切りにもう一個すればよかったか。あとやっぱみんなね、水星切りでしたっけ、メタスラーの剣のやつ。まあみんなこれ結構ハイで使ってますよね。結構使えるんやろうな、この技は。技っていうか。はい、じゃあもうね、ラストちょっとになったんで、もうこういう時はね、もうゴリ押しっていうかね。結構なんかこの辺でね、重たくなってる。エラガイア。無事ね、この試合ね、まあ一応ノーデスかな。はい、ノーデスでいったような感じですね。まあ今のメラガイアが別の人に当たればね、また結果は変わってたでしょうけど。200ぐらいね、食らってますからね。はい、じゃあ、まあこれで問題ないかな。ゾンビ切りってことは僕と一緒か。ゾンビのね、あれ持ってるかもしれないですね。はい、じゃあ、お疲れってことでね。それで終わりですね。まあ特に、難しいっていうわけじゃなくて、まあ基本的にまあ、職業を上げていくっていう感じでね。まあピサロンのね、魔法級とかは